前回なんですが、原動機のことを腹動機って間違えて呼んでましたね。原動機調べるとモーターのことみたいで、自然界のエネルギーを機械的エネルギーに変換するものを原動機って言うみたいです。で、気を取り直してやっていきたいと思います。ここが実質で、この世界を探検するのかな？あ、増えてる。ステータス、ツールの部分が増えてますね。道具が携帯用白ガス。白ガスを使いますか？確か白ガスが燃料なんだよね。今半分くらいだからもうちょっと大丈夫そう。オルゴール、壊れたオルゴール。押せない。釣り具。なんか、この世界釣りが結構大事らしくて。釣り具、貧乏小釣り竿。釣り具に貧乏が必要なんだね。で、私は何をするべきなのかもう一回確認すると、この世界で目覚めた者へっていう手紙を書いてくれたシェンさんが、私のことを助けてくれたのかな？汚水の中に漂っていたところ。純濃度が減りすぎて、回復を受け付けなかった。このシェンさんってどこにいるんだろうね。純濃度はシェンさんの言う通り回復しました。そしてできることならこのいかがわしい世界から脱出しなさい。私の鍵を探し出してこの世界から脱出しなさいってシェンさんは言ってるね。純濃度が減りすぎるって、心ここにあらず。で、腕抜けの状態より減ってたってこと？貧乏は釣りの一種で、この貧乏をウィンチに設置することで釣り、カニを捕まえるという名の釣りができるっていうことなのかな。だから、まず、カニを捕まえろって言ってる。で、その後に、鍵を探し出して、このいかがわしい世界から脱出しろってシェンさんは言ってるね。で、ウィンドウをウィンチに行くべきな気がする。シェンさんの家もたくさんある。そんで、ウィンチはどこですか？探検しまーす。来週。白ガス屋2号店。ちょっと気になる。この雰囲気もまたいいね。あ、回転式治療装置って書いてある。さっき言ってた回転式治療装置これだな。白ガス屋2号店どこ？ここではないのか。反気血注意。あ、あった、2号店。左下になんかちっちゃく書いてあるな。ジロー、ヘイ、薬局？ちょっとよくわからない。白ガス屋2号。白ガス屋2号店。受付、いる人？この隙間に見えるの、そう？リー、いらっしゃい、給油していくかい？給油は必ず満タン分のスタンプを払ってもらう。どんなに残量があっても同じだ。そういう決まりなんだ。じゃあギリギリに来た方がいいんだね。あんたの頭のタンク容量が10号だから、1回の給油はスタンプ10枚だね。それでいいかね？まだいらないかな。燃料のことでしょ、多分。
また来てくれ、リーさんね。釣りをしてみたいんですが、丸屋百貨店閉まってる。あ、行けるのか。行ける。ワクワク。丸屋百貨店2階。なんだ、何が買えるの。というかお金ある。私スタンプ430。泊まれって書いてある。カニ味噌、カニ味噌。なんかいろいろ書いてあるけど、順路駅、県平営釣り具店。何このメモリは。あ、赤くなった。すごい業務だ。こんにちは、県平営なんだね。これ読み方ゴンベイかな。ゴンベイなんだね。あ、釣りを売っている。巻き絵いろいろあるな。なんかやばそうなやばそうなのも売ってるけど、ちょっと安そうなのから買っておく。スタンプで交換できるんだ。なるほど。10個くらい買っとくか。説明っていうのがあるね。1号はカエルを釣るのに使うものだ。番号が大きいものほど釣り針も大きくなる。釣り針は取られることもあるから余分に用意しておくことだな。それと大きな針を大きなカエルがかかるから、最初は1号や2号で十分だよ。それ以上を使いたいなら体を改造することだ。なんかさらっと体を改造することだって、やっぱ機械の世界でだから出てくるんだね。とりあえず1号を10個、2号を10個買っとく。オッケー、じゃあ戻ろうか。左は？この人もギョロメだ。ジロベーって言うの？いらっしゃい。お、順納駅売ってる。カニ味噌ってなんだろう？いろいろあるな。順納駅2つくらい買っとくか。で、釣りをしてみたい。ここデパートだよね、きっと。デパートから一回出て、あ、手前、あ、手前戻るのね。下に降ります。いろいろ一回回ってみようか。ここにデパートがある。釣りの釣り用品が買える。外周ちょっとマップ見ます。広いな。一周してみるか。外周進む。看板があるね、マリア百貨店。フルカニロおもちゃ店。お、なんか、おっと間違えた。挟まれそうな。大丈夫か。あ、ダメ、死んだ。うわ、マジか。これ本当に死んじゃうのか。ゲームオーバー。プレスマシンに潰されたとか最悪じゃん。ゲームオーバー。
やっぱり初めのオープニングで出てきた機械に人らしきものが乗ってるよね。足だよね、あれね。足の膝しか見えないな。腕ある？で、体に何かが突き刺さっているように見えるけど、 VR な世界なのかな。うわぁ、リセーブしたところからか。バッドドリームアドベンチャー、バッドドリームアドベンチャーって書いてあるもんね。悪い夢か。あー、面白いな。コンティニューします。で、続きからになってるのかな。続きからだね。純濃度がちょっとやばいのか。純濃液、あ、買ったものは反映されている。純濃液を使います。ちょ、あ、回復するけどこんなちょっとなの。待って、思った以上に純濃液の回復が。純濃堂に行って、まずは、純濃堂を回復させてもらおうか。純濃堂、はじめさん、あ、右だね。こっち、右。プレスマシン潰されるのか、あれ。あれで、夢から脱出したことにならないのかな？ならないんだろうな。現実の自分は、プレスマシンに潰されたら、植物人間になるんだろうか。それは、ちょっとな。順応動きました。このタコの顔のね。順応度を回復したいので、順応器20枚。それじゃあこの奥に入っていくと白いポットが3つ並んでいるから、好きなやつに入ってくれ。って言って、左のに入ってくるね。うわ、めっちゃ回復した。あ、ここで全回復できるのね。じゃあ、できるだけ順応度を使っていこう。左奥。前回左奥あったっけ？初めて来たな。なんか、刑務所刑務所みたいに私には見える。それか、木のトイレの個室。でも窓があるから刑務所みたいに見えるんだが。押せるわけではない。押せる。誰かいる。すごい顔だ。熱いのかな？機械だから。発熱している。たかし音抜けしているようだ。意識がない。こっちは、こっちにいる。あ、目がすごい生き物っぽい。こんにちは。ハン、音抜けしているようだ。あれか、なんか音抜きしてしまった人たちが隔離されている。ここは誰もいない。うわ、なんかいつかここ自分入りそうで怖いな。誰もいない部屋がある。上は、あ、同じか。じゃあ戻りますか。あれだな、順応堂までたどり着いたけど音抜けしてしまった人たちがそこにかくまわれているのか。この人たちどうなっちゃうんだろう。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。コメントいただけると嬉しいです。それではまたね。